皆さんこんにちは。大井リーダーの田辺隆です。感謝感謝の旅シリーズ、今回はですね、どこに来たかというと、こちら、この立派な建物。今日はですね、僕も現役時代からすごくお世話になってました、アーバンウェルネスクラブエルグという、はい、スポーツジムに来ております。ジムをですね、今日は社長の方にご紹介いただけるということなので、早速中に入ってお話を聞いていければなと思っているので、田辺と申します。佐藤社長っていらっしゃいますか？あ、失礼します。いつもお世話になります。改めてご紹介させてください。アーバンウェルネスクラブエルグ代表、佐藤さんです。よろしくお願いします。佐藤です。よろしくお願いします。佐藤さんと一緒に今日はジムを全てご紹介していただこうかなと思っておりますので、じゃあ行きましょう。はい、まずどこから？テニスコートから行きます。テニスコートから、はい、まあ、ここからスコートテニスコートに呼んで、はいはいはい、1991年に日本対フィリピン戦の鹿児島では初のデビスカップをここで開催し、当時松岡修造は選手として出てました。2500人の収容の席を仮設で作って、ここで試合を行うってことですか？はい、センターコートを1面作ってテレビを入れて放送した。なるほど。10時半から1時までレンタルコートで平日です。これは子供向けのスクールをやります。本社の、はい、1年経ってです。そうなんですよ。うちもですね、エルグさんにコートを借りて、子供たちにサッカースクールを行わせていただいたり、ありがとうございます。ありがとうございます。ここはテニスコート。はい。お風呂場行きます。こちらどうぞ。はい。まずじゃあ、これロッカールームですね。先ほどの受付で鍵を借りてですね。はい。はい、今度ロッカーで。じゃあリニューアルしました。すごいすごい。で、左がサウナですね。あ、左がサウナですね。はい、水風呂が、はいはい、右の奥がシャワールーム、はい、一つ一つ個室になってて、そうですね、プライベート空間が守られてるっていう、はいはい、いやなんか楽しいですね。テーマパークに来てるかのような感覚ですけど、4階ですね。ここはゴルフレンジですね。わぁ、すごい。10打席ですね。で、ここはアプローチ、パッティング練習ですね。アンジュレーションが来て、見えるでしょ。おぉ、ほんとだ。おぉ、すごい。上からカメラのボール、あ、音で撮って、フォームの確認が分析ができるわけですね。そうなんです。すごい。ここはバンカールーム。あ、バンカーがあるんですか？バンカーです。ですって。じゃあもうここで全ての練習ができると。社長も練習したりされるんですか？私ね、100切れなかったんですよ。はいはい、ここでコーチになって、90台が出て、はい、1年ちょっとで85、6が出て。本当ですか？で、最後は70台が出ます。で、スコア77とかって。僕に教えてもらったらいいですか？はいはい、ぜひお願いします。全部伝授します。あ、お願いします。はい、岩本でございます。チーフの岩本さん、はい、はい、よろしくお願いします。おすすめは、はい、第2ジムに、はい、こちらが第2ジムに設置してあります、はい、シナジー360っていうマシンなんですけど、まあ、筋力をつけたいとか、はい、まあ、引き締めたいっていう方の目的に合わせてトレーニングもできますし、こちらに来てるクラブのお客さんはもちろんなんですけど、はい、アスリートの方にも配慮できるようなトレーニングができるのがこちらのマシンの魅力となってます。ちょっと体験でやってもらいます。バトルロープって言って、綺麗に腕だけでやれば、まあ、片腕のトレーニングになるんですけど、あとは全身の筋力アップもできますので、田辺さんには基本のスクワットポジションで腕だけを20秒レイホッ、あー、やばい、本当にお世辞抜きで。これ毎日やったらこの腕になりますかね？やってみてください。360っていう名前のように、立つ位置が変わるごとにいろんなトレーニングができるんで、飽きも来ないですし、追い込めっていうこともメリットになってますんで、ぜひ皆さんいらしてください。これもちろんプログラムを組んでくださったり、あ、プログラムを組みますし、レッスンとしてもやってるんで、あ、なるほど、はい、一人でやれないっていう時にはそこの時間に来ていただいて、みんなで楽しくレッスンに参加していただければと思ってます。素晴らしい。
一人じゃね、なかなか続かないんですよ、これが。ここプールですね。6コースですね。子供のスイミングスクールもやっておりまして、ほうほう、子供のスイミングスクールは850人ぐらい。850人、はい、ご利用いただいてますね。すごい、はい、じゃあ3回の方に。3回、はい、特におすすめっていうのを、こうお尻開けていただいて、藤子さん姿勢このまま胸を張って、うわー、胸を締めすごい、自分が安定できるスタンスをとって、はいはい、正面の鏡を見て、あ、鏡があるからね、はい、あ、結構重いですよ。いい感じです。フィニッシュ、はい、背中にもかかるんですけど、胸を意識して、あー、なるほど、はい、なるほど、今胸です。意識で来るわけですね。あ、いい感じ、いい感じ。 OK、 あー、ありがとうございます。おお、あ、でももうこれだけで張ってますもんね。ほら、いいトレーニング。わ、うん、かりますか。こちら、あのブラボーっていうケーブルのマシンなんですけど、すごい素晴らしいマシンなんで、はい、今は胸だったんですけど、はいはい、反対側の背中も鍛えることができるし、上半身だけじゃなくて下半身までいけますので、はい、まあ、一台で何役もこなすことができるトレーニングマシンです。いやー、ブラボー、ブラボーその名の通りですね、はい、ブラボーです。はい、あら、これあと1個おすすめです。未来の乗り物みたいな、これは何ですかね。こちらはパワープレートと言いまして、はい、アスリートの皆さん使われている方もいらっしゃると思うんですけど、はい、リラックスして乗っていただくとリラクゼーションになって、あとはストレッチさせたい時にはストレッチポジションで乗ると伸ばしたいところがストレッチされて、はい、あとこの台の上でトレーニングをするとトレーニングになるっていう、これは1台で3役を。なるほど。撮影で足とか疲れてると思うんで、ちょっと、はい、いたわってあげたいなと思うんで、はい、お尻を下につけて足を上に乗せて、こんな感じですかね、はい、はいはいはい、で先ほど紹介したリラクゼーションですね、うん、おお、見た感じでは何も伝わらないんですけど、いい筋肉リラクゼーションほぐしてます。本人はすごく今気持ちいいと思うんですよね。すごい、あー、これリラックスできますね。できます、本当にすごいいい場所です。今たった30秒なんですけど、まあ、立っていただいてちょっと歩いたりすると足軽いです。お背印で軽いです。本当に個人でこう持つってなったら相当高いですね。そうですね、もう本当に個人ではなかなか。下手したら車買えます。買えますですよね、ほらでもジムに来たら使えるというね。次はあの第一スタジオ、これが第一スタジオ、はい、格闘技のエクササイズもやってますし、はい、バーベル系エクササイズもありますし、あとエアロビクスが大変人気です。最近では、おら、トランポリンエクササイズですね。反発すごい。あ、すごい。実際は上に飛ぶんじゃなくて、本当は押し込む方が大事。あ、押し込む方でしたね。はい。あ、すごい。これ音楽に乗せて。そうですね。いろんなステップがあるので、曲に合わせてみんなでトレーニングしていきます。そうですね。これでも楽しみながらできますね。そうですね。膝とか、まあ、股関節とか、まあ、足首への負担を軽減するっていうのが売りなんですよ。なるほど。はい。怪我をしてるときに、ここでよく一人で寂しくこう声出ましたけど、うん、そのときにですね、うん、会員さんの方々がユナイテッドやっぱり応援してくださってて、うん、頑張ってねって声をかけてもらえたりとか、うん、僕ら選手からしたら頑張んなきゃって思わせてもらえるようなパワースポットでもあったので、そうですね、そういった意味で本当にありがとうございますっていう感謝しかないですね。鹿児島でジムを経営するっていう上で社長が大事にしてることって何がありますか。大事にしてることはですね、はい、スタッフの人材力なんですね。人と人と接する仕事ですから、お客さんに受ける知識だったり技術だったり、そういうのを日々あの磨き上げて、それで接するお客さんとお会いする、まあ、それが大事だったんですよね、まあ、そのためにも研修に行ったり、あの国家試験を取りに行かせたり、技術的なプログラムをどんどんバージョンアップしていきますので、それに挑戦していって、また新たな先生になったりですね、まあ、そういうことが日々やってますね。キャンペーンを行われる予定があるということで、はい、でね、あの6月の15日から7月いっぱいまで入会金 100% オフの 100%?、はい、オフをしておりますのでぜひぜひお友達誘っていただいてですね、来ていただければと思います。 100% ってゼロってことですね。ゼロですね。
今がチャンスですよ、はい、会費だけで使えるという。そうですね。ありがとうございます。ここからはユナイテッドのことに関してお話を聞いていきたいんですけど、ユナイテッドを応援するきっかけを聞こうと思ったんですけど、はい、実は10年前にユナイテッドというチームができる前に FC 鹿児島というチームがありました、はい、その時僕は選手兼監督をさせていただいて、はい、練習する場所がない、はい、選手が動ける場所がないっていう相談をしたら、うちを使ってくれって言ってくださって、地域リーグでもない県リーグのチームの選手たちにうちを使ってって言ってくれて、でここで練習をして県リーグから九州に、九州にから JFL にこう上がってきたわけですけど、最初はですね、田上君のお父さん、もうこの間ちょっとお亡くなりましたけど、はい、お父さんが大学の先輩でありまして、うちの息子が FC 鹿児島っていうチームに入ってるんだけども、なんとか応援してやれないかというところで、じゃあ田上君だけじゃなくてチームごとじゃあ面倒見ましょうかって、うちでどうぞトレーニングを自分を使って、クラブを使ってくださいと、強くなってください、そこからの応援でございました。選手が安定してコンディションを整えられたっていうのは、本当にこのユナイテッドは上がっていく上で大きな貢献をしていただいたなと思いながら、感謝でいっぱいですね。鹿児島ユナイテッドFCで印象に残っているエピソードなどあれば、はい、教えてください。やはりですね、2013年 FC 鹿児島とボルカライバル同士が立ち回りましたね、合併しまして、はい、一つのチームになって、で JFL を目指すと、そこをですね、鹿児島に初めてプロのサッカーチームができたという、はい、我々もFC 鹿児島をずっと応援してますけど、ボルカ鹿児島と手を組むとどういうことよっていう最初はですね考えだったんですが、やはりこう一緒になって本当に良かったなと思います。まあ、あれがあって今があるかなと、そんな気がしますね。社長の前で言うのもちょっと恥ずかしいんですけど、うん、まあ、今現在応援していただいている皆さんもそうですけど、うん、このチームができるまでにたくさんの人がこう支えてくれて、うん、サポートがあって今があるわけです。 そうですね、そこを忘れちゃいけないんだよっていうのを毎回思い出すさせていただく存在なので、僕の原点です。はい、社長はありがとうございます。最後はメッセージをもらいたかったんですけど、その前に毎回僕が勝手に企画した親しき中にも勝負ありということで、はいはい、お豆さんを11個どっちが早く移動させられるかっていうゲームを、誠に勝手ながら僕が勝った場合何かプレゼントをいただけないかなと。はい、エルフのオリジナルタオル。いいんですか？5枚ありがとうございます。ただし僕が勝負に勝った場合なので、じゃあ早速、はい、ちょっとゲームの準備をしていきたいと思います。社長にいただきますの合図でスタートします。はい、いただきます。いただきます。これは僕が拾うというルールなんで。そうなの。はい、ミスです。おお、ちょっと待って。あ、やばい。やばい。これ僕が拾うんですね。わざとしましたね、今。社長。ちょっと待ってくださいよ。ということでいただきました。じゃあ最後に社長、これを見てらっしゃる視聴者の皆さんだったり、またエルグの利用者さんも見てらっしゃったり、はい、ユナイテッドのサポーターの方々も見てらっしゃったりすると思うので、メッセージの方最後お願いします。はい、スポーツクラブエルグはユナイテッド FC を一生懸命応援しますので、これからも皆さんお力をいただいて、みんなで盛り上げて、グラウンドでまた皆さんと一緒に応援しましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、もう今日本当にありがとうございました。加藤社長と一緒にアバウェルネスクラブの全てをご紹介いただきました。これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。